釣り上げて2日目ぐらいからはもう硬かったんですよ。ほんとちゃんと減量しなきゃダメだね。体重増えましたね。増えました、急に。だから便がさ、まあ柔らかいのが少なくなってくるとやっぱり水分に失われるのが少ないからさ。あ、そういうことですか。はい、じゃあちょっと顔を見せてください。はい、あ、いいよ、ね、持ってってもらえるから、はい、よし、はい、顔ね、ごめんね、ちょっと嫌がるけど背中見せてくれる。まあまあの色してますね、歯茎がね。ごめんね、お腹もちょっと触ってしまうさ。上はいい、真ん中はいい、下にあるんだよね。まあでも一緒ぐらいだね、大きさは。そうですか、触った感じ。大きくはなくても、うん、まあもうすでに大きいからさ、うん、申し訳ないけど、これ、ちょっと小さく見すぎたね、これぐらいだね。であとはスーパーライザーね。じゃあちょっと持っててもらって、はい、永田さん FT かけて、そのラップでくるんである柔らかいやつ、あの生食だけでいいわ、それで。ね、この辺に、この辺で2秒経ったらずらす。それで3分間、はい、いいよ、もう1分1分で3分当てますんで、はい、であんまりこの体勢が辛いんだったら今度うつ伏せにして、はい、上から当てる、はい、気持ちいいからじっとしてて、うんうん、慣れると結構気持ちがいいんですよ ね、 これ。私自分だけでも気持ちがいいそれはまあ分かってるからかもしれないけど、2のお薬、やっぱりちょっと苦味があるみたいで、かなり嫌がって、結構嫌がって、そう、苦いですよ、分かるんですね、ねえ、もうすぐプンってして急に嫌になっちゃって、あ、本当、はい、で野菜と無理やりくるんで一緒に食べていたらなんとか、でも2分にして、そう、そう、苦いんです。だってあれ、それまでは大好きで舐めたことあるけど、私糖衣状だったら甘いからいいんだけど、割ったらさ、すごい苦いんですよ。あ、なるほど、目の良さで。だからちょうどこの子の体だと、あの1個が250ミリ、だからそれを崩して14等分してるんですで、それにまあブドウ糖を入れてるんですけど、あ、それでも入れていただけるんですね。入れてるんですけど、で他の薬で一緒に飲むでしょ。だから他の薬にもそれぞれブドウ糖は入ってるんですけどね。もともと飲んでる A の薬とその B の薬でも1日1回飲んでもね。さあ、あと飲みダニもそろそろですか。ちょっと忘れてしまったんですが。そうですね。6月6日。あるか。まあ今日5だから今日もやっておきましょう。はい、お願いします。2分終わったらコンディションの中で溶かして、気持ちいいね、よかったね。じゃあこれつきます。はい。じゃあ先にこれつきます。はい。どこだ。
そんな好きじゃない。もういやね。はい、じゃあいいよ。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ弁検査の方に注意しましょうか。お願いします。よし、こっち来て。